芝生竹やフェアリーリングマッシュルームという呼び名もある。校舎の名前のフェアリーリングは金輪を意味するが、原丈や毒のある大城からかさ竹なども金輪になって育つ。ため、他の金輪を作るキノコと混乱されがちである。芝生竹は広範な分布を持っている。北、アメリカ、ヨーロッパでは夏や秋に見られ、暖かい気候であれば年中見られる。名の通り、草地を好んで生え、 芝生や草地に見つかる。海岸地域の砂丘でさえ見つかることもある。芝生竹芝生竹は、環状、古状、大列状に群生して生える。近隣のように草を育て緑にすることがある。傘は1から5センチメートルであり、釣り金型で、初期には橋の部分が傘の内側に巻き込まれている。時間が経つにつれ平べったい饅頭状になり、さらに傘の端の部分が持ち上がって、 平たくなっていく。また中央にわずかな膨らみを持っている場合もある。傘は乾いており、つるっとしている。色は灰色に近い気化色から単行色であり稀に白、赤っぽい気化色である。乾燥すると色が変わっていく。周辺には薄い線が現れる。裸で色彩のない柄を持ち、長さは7センチメートル、直径は5ミリメートル程度である。 ヒダは、柄から理性している場合とそうでない場合がある。ヒダの感覚はまばらで、白から灰色に近い気化色である。胞子は白色である。胞子自身は7から 10X4 から6メートルであり、滑らか、楕円型で、澱粉質でない。また、掃除細胞が傘の表皮にない。このキノコは有毒のカヤタケ属のクリト細部 DR 型に似ており、間違われることもある。 この種は特器物を書いている。また、この種は白から灰色に近い色で、傘の裏のひだの感覚が非常に近いことから見分けることができる。日本では一般的に食されていないが、ヨーロッパでは多くのキノコ通が芝生竹を好んでいる。一般的にキノコを食べる人は、クッキーなどにキノコを使うことはしないが、このキノコは焼くと甘みが出るため、焼き菓子にも向いている。 伝統的に繊維質でまずいとされる茎は切り落として、傘は糸で吊るし、乾燥させる。芝生家の甘みはトレハロースに由来しており、この糖分のおかげで芝生家の細胞は乾燥による死を避けることができる。完全に乾燥した後に水にさらすと、キノコは細胞を蘇らせるためにトレハロースを消化し、細胞の再生と新しい胞子の製造を始める。 原色日本新菌類図鑑、I,P102 キノコの世界、P95 サルの腰掛け類キノコ図鑑、P171 サンケイフィールドブックスキノコ、P262ABCD、ミラスミアスオーイーズハット、ミラスミアスオーイーズ、ザフェアリーリングマッシュルーム、デプレコン、トムボルク、エスファンガスオブザマンスフォーマーチ2003。ありがとうございます。